あなたは戦時中を生きた人々がどのような気持ちで日々を過ごしていたか想像できますか？世界最大の戦争と言われた第二次世界大戦では、多くの人が日常から大きくかけ離れた生活をしていました。兵士として出征した人やそれを見送る家族など、人々の生き方が戦争によって変わりました。普通の暮らしを奪われた国民たちは、戦争についてどう考えていたのか、そんな当時の人々の気持ちを知ることができる貴重な資料があります。それが日記です。当時を生きた人々が書いた日記にはどのような言葉が綴られているのでしょうか。今回は戦時中の日記や戦争体験談から当時の人々の気持ちを覗いてみましょう。国民の多くが壮絶な生活を強いられることになった太平洋戦争。そんな当時の人々は戦争に対してどう考えていたのか、当時の記録を遡ってみましょう。こんにちは、初学生 VTuber の春日陽です。今回は戦時中の人々はどんな気持ちだったのかということについて解説します。それでは早速第二次世界大戦中の国民たちの状況から見ていきましょう。第二次世界大戦と言論統制。第二次世界大戦という言葉は誰もが耳にしたことがあると思います。学校の授業などでその悲惨さについて学んだ人も多いのではないでしょうか。第二次世界大戦は1939年9月1日から1945年9月2日にかけて行われた戦争で、日本もアメリカやイギリスなどと激しい戦いを繰り広げました。この日本とアメリカ、イギリスなどが戦った戦争を太平洋戦争と言います。日本では国中が戦争一色のムードとなり、戦地に赴いた兵士も銃後を支える国民たちもお国のためにと戦っていました。戦争というものを身近に感じる機会が少ない現代の私たちにとっては、あまりピンとこない考え方ですよね。もし、今、日本が戦争をすることになったら、皆さんはどう思いますか？果たして、お国のために戦おうという気持ちになるでしょうか？おそらく、国のために頑張ろうという考えを持つ人もいれば、戦争なんてするべきではないと考える人もいますよね。当時も、戦争に対して、様々な考えを持つ人がいました。しかし戦時中は現代に比べて言論の自由がなく、戦争に対して反対の声を上げることは非難の対象と考えられていました。戦前から日本には検閲がありましたが、1931年に満州事変が起こったあたりから言論統制が強くなり、戦時中はメディアの暗黒時代と言われるほど厳しくなったようです。そんな戦時中において、人々の本当の気持ちを知ることができるのは、当時の人々がしたためた日記や戦後になって語られた戦争の体験談などです。戦時中の日記や記録には、人々の生活や本音が赤裸々に綴られています。また、当時の知識人や文筆家などの中には、今の状況を日記に記すことこそが文字書きとしての仕事だと、戦争の状況を日記に記録し続けた人々もいました。例えば、ジャーナリストの清沢清は、太平洋戦争下で記した記録、暗黒日記でこう記しています。大東亜戦争は、非常なる攻防の大戦争なり、筆を持つ者が、後世のために、何らかの筆跡を残すは、その義務なるべし。つまり、日記からは、当時の人々の、生の声を知ることができるのです。戦争という非常事態を生きた人々は、何を思って生活していたのでしょうか。まずは、戦争が始まった時に、人々がどう思ったかを見ていきましょう。太平洋海戦について、国民はどう思っていたのか。ということで、太平洋戦争海戦時の様子について紹介します。戦時中というと、物資や人員の不足によって節約を強いられたというイメージが強いと思いますが、その風潮は太平洋戦争海戦前から存在していました。例えば、アーマネント禁止令などが有名ですね。なぜパーマが禁止されたのかというと、日本は太平洋戦争の前に中国との間で日中戦争をしていたからです。1937年から戦争が始まり、この時にはすでに国のために贅沢を我慢するという質素倹約の風潮が存在していたのです。また、当時は現代と異なり、軍国主義の考え方が存在しており、政策にも人々の思想にも軍国主義の影が強く現れていました。例えば、1937年に行われた政策、国民精神総動員などが良い例ですね。
国が様々な政策によって人々の戦意を高め、国民全員の気持ちを戦争に向かわせていったのです。そんな中で1941年12月8日にいよいよ太平洋戦争が開戦します。この日の早朝にラジオの臨時ニュースで日本がアメリカやイギリスを相手に戦闘状態に入ったことが報じられました。このニュースを聞いた世間の人々はどう感じたのでしょうか。当時は国民の多くが戦争の開戦に対して前向きに捉えていたと言われています。ここで当時の日記を見てみましょう。来るべきものがついに来た。いつしか来るぞと予期していたものがついに来た。これぞ我らが密かに期待した英米への鬱憤晴らしだ。これは保永谷三郎という人物が記した日記の一部です。彼は太平洋戦争の開戦を喜んでいる様子ですね。開戦の日を待ち望んでいたかのような雰囲気さえ感じられます。当時の人々の中には彼と同じように日本が戦争をすることを期待していた人も多くいたのです。なぜなら当時の日本は4年も戦っているのに先が見えない日中戦争と米英などからなる日本に対する経済政策 ABCD 包囲網で鬱屈とした状態にあったためです。そんな現状を打破するためには戦争をするしかないと考えていた人も多く、敗戦が密かに望まれていたのです。また太宰治の作品の中には12月8日という敗戦当日の様子を一般女性の日記という体裁で描いた小説があります。その中でこんな会話がありました。朝ごはんの時、日本は本当に大丈夫でしょうか。ほ、私が思わず言ったら、大丈夫だからやったんじゃないか、必ず勝ちます。ほ、よそゆきの言葉でお答えになった。これは語り手の女性とその夫による会話です。女性が戦争の行く末や自身の生活を案じる中、愛国心が強い夫は敗戦当時から日本が戦争に勝つと固く信じているようです。日本が負ける戦争を仕掛けるわけがないという考えを持つ人も当時は多かったんですね。また戦争を仕掛けたのは日本ですが、戦争することになったのは米英のせいだという考えもあったようです。このように憎き米英兵に報復できるとして、国民たちは太平洋戦争の開戦を喜びました。開戦のニュースを聞いた子どもたちも喜び、万歳をしたり臨時ニュースの真似をしたりしていたと言われています。そして自分もいつかお国のために戦って米英をやっつけてやると思っていた子どもたちも多かったようです。一方で少数ながらこんな思いを抱いている人もいました。こちらは永井荷風による開戦4日後の日記です。12月12日、開戦布告とともに外乗電車、飲食店、その他至るところに掲示せられしポスターを見るに、ほふれ英米我らの敵だ、進め一億火の玉だ、ふあり、県内の人の作文には何だの彼だのとだの字をつけて調子を取る癖あり、たくだじと言うべし。このように荷風は世間の風潮に流されず、冷淡な目で開戦を見つめた人もいたのです。荷風は以前から日記をつけることを習慣としていて、いついかなる時もその日記を持ち歩いていたと言われています。荷風のように戦争に対して批判的な考えを持つ人も少なからずいたのです。また清沢清は敗戦の翌日から日記をつけ始め、12月12日の日記でこう記しています。戦略、この戦争の第一の失敗は極端な議論の持ち主が中枢を占有し、一般識者に責任感を分担せしめぬことだ。攻略、清沢は世間の熱狂ムードから一歩引いた視点で、すでにこの戦争には失敗があったことを見抜いていたんですね。永井荷風や清沢清のように戦争について冷静に考えていた人もいるにはいました。しかしその声が圧倒的に少なかったのは、戦争に反対するようなことを公の場で口にしたら逮捕されてしまうからです。そのため彼らはこのように日記という形で戦争を記録し、密かに戦争を批判していたのです。日記で見る戦時中の暮らしと人々の気持ち、では次に戦時中の日記を見ていきましょう。戦争の真っ最中に書かれた日記には、当時の国民の暮らしぶりやそれに対する気持ちなどが綴られています。戦時中の日本では戦争のためにあらゆる物資が不足していました。食べ物や燃料など生活に必要なものが思うように手に入らない状況が続きました。特に都市部ではその傾向が顕著だったようです。また20歳以上の男性については兵士として召集されることもあり、一家の大切な働き手を失った家や集落などは人手不足にも悩まされました。兵力不足のため大学や高等専門学校の学生たちも徴兵されるようになりました。さらに
風習など日本本土への攻撃も相次ぐ中で、被害を受ける可能性が低い農村部に疎開する人々も現れ始めます。このように戦時中に生きていた人々はそれぞれ異なる事情を持って生活していたんですね。当時の日本人はどのような生活を、どのような思いで耐え抜いたのでしょうか。まずは食用についてです。戦時中は食料不足により米などの生活必需品が配給となりました。思うように食事が取れない生活に人々は苦しんでいたといいます。そんな戦時中の食料事情は、1969年に暮らしの手帳社から出版された戦争中の暮らしの記録に収録された勝谷武雄氏の日々の歌で詳しく知ることができます。その一部を少し紹介しますね。17日、米一粒もなくなる。中略、よしよし、階級所から来るまで何としてでも我慢しろと、2日だけナスとかぼちゃでしのぐ。春晩、仕事から帰ると膳の皿の上にコッペがある。中略、しかしこれ一つが一食じゃちょっと足りないな、というと細君が無知な良人を哀れむ目つきで、それ一つが一食じゃない、それが二つで一日分なのですよ、もう一つあげときますから、それで明日の晩までがまんなすってください、ほ、もう一つコッペを置いた。戦時中の食料不足の実態がよくわかりますね。このように当時は食事を満足に食べることもできない時代だったのです。芋類やかぼちゃ、果ては道に生えている草まで食べていたという話も残っています。一方で地域によっては戦時中でもアイスクリームを食べることができたという話もあり、食料事情には地域差がかなりあったことも知られています。また太平洋戦争では民間人が召集されて戦地に向かうことになるという出来事も多々ありました。ある日突然家に赤紙が届いて、これまで一緒に暮らしていた家族が兵隊に取られていく。そんな場面は戦時中を舞台にしたフィクション作品でもよく目にしますよね。当時のスローガンに笑顔で受け取る召集令状という言葉もある通り、この令状は受け取りを拒否することは許されず、必ず受け入れなければならないものでした。もし今自身や家族が軍に召集されたらどんな気持ちになるでしょうか。おそらく悲しい気持ちや不安な気持ちになる人が多いと思います。しかし当時はそのような気持ちを表に出すことは許されませんでした。なぜなら戦時中は国のために戦って命を落とすことが美徳とされていたからです。もし戦争なんて行きたくない、うちの子を戦争に行かせたくないなんて言ったら非国民扱いされてしまいます。そのため当時の人々は召集令状が届いたら涙を飲んで笑顔で出征し、周りの人々も同じく笑顔で送り出さなければならなかったのです。ではここで夫が戦地にいる妻の日記を見てみましょう。これは留守中日記と称されたもので、日中戦争時に夫が召集に応じて出征した頃の話が綴られています。当時の人々は家族を軍に取られることについて本当はどう思っていたのでしょうか。まずは出征の日の日記を読んでみましょう。昭和12年11月20日、いよいよ兵こそ主人ご出征の日だ。6時15分前に家を出て母と兄と3人で品川へ行く。新坂通り一面にホルガエル旗の波、幾多の悲しい別れの群れだ。目印の重則の旗を立てる。7時20分、驚き渡る新軍ラッパの音、緊張の胸を抑え我が夫の勇姿を待つ。母のり様だ。これがあの優しき夫の姿、重い背のやたくさんのものを肩にしていらっしゃるのを見ると思わず涙が溢れる。お寿司を食べ45分ばかり経つ中に、いよいよ列車乗り込みの時が来た。お別れだお別れだ。常子は群衆の中を死に物狂いにて列車のホームにたどり着き、夫の前に立つことができた。手を取り肩を抱き、我が夫の温かみが常子の身に心に感じられて胸の中は張り裂けるばかりだ。のり様、きっときっと帰ってきてね。常子さんはこの日家族の元を去る夫の見送りに行ったんですね。愛する者との別れの様子が鮮明に描写されていて、読んでいて心が揺さぶられる思いがします。ここから常子さんは夫のいない寂しい生活を送ることになります。そんな中で彼女はいつも夫の身を案じ、夫から手紙が届けば喜びの涙を流し、無事に帰ってきてほしいと日記に綴っています。こうして続いた日記の中には彼女の心の底からの本音が見える記述もありました。7月30日、いくらお国のためとは申せ、ついあなたのお帰りのことばかり思われてしまう。こういう常子は君に不注射であろうか。
9月16日毎日出ている新聞のニュースの選称、選手の欄を見、夫の身を思い、ああ、神様、仏様と繰り返している、国のために戦地へ向かうことは誇らしいこととされているとはいえ、やはり、本当は戦争なんて言ってほしくないし、無事で帰ってきてほしいという気持ちがあったようですね。世間の風潮に合わせて出征を喜ばなければならないものの、それに反した思いを抱いてしまうことに葛藤を抱えていた人も多いのではないでしょうか。家族を案じる妻としての気持ちや親心は、やはり捨てきれるものではありませんよね。一方で、純粋に国を信じ、国のためにと奮闘する少年少女たちもいました。軍国教育を受けた軍国少年、軍国少女として育った彼らは、この戦争を、聖戦であると信じてやみませんでした。例えば、ジョゼと虎と魚たちなどの作品で知られる田辺聖子も軍国少女だったそうです。戦時中における彼女の心の内は、田辺聖子、18歳の日の記録にて知ることができます。例えばドイツが降伏した後のある日の日記には、このように記されていました。日本の国民は違う。ドイツはついに屈したが、日本はあくまで1億が玉砕するまで戦うであろう。日本人は違う。私はそう思うと、日本に生まれた喜びを、今までの終身の時間に感じたより以上に表現できないほど嬉しく思う。当時文学を志しながらも戦争に立ち向かう軍国少女だった彼女は、日本人であることを誇りに思っていたんですね。彼女の日記には、他にも戦時中の女学生としての生活、そして、国や軍に対する思いなどが綴られています。このように、戦時中には、多くの人が、戦争に、協力的な姿勢を示していました。とはいえ、心の底では、苦しい生活や家族を失うリスクに対して、お国のためと割り切ることができない部分もあり、その本音が、日記の中で密かに吐露されていたのです。戦線に立って戦った兵士たちの心境、では、次に、戦争において、実際に戦闘を繰り広げた兵士たちの日記について見ていきましょう。命を懸けた戦いに身を投じることになった彼らは、国に対して何を思い、自身の状況についてどう考えていたのでしょうか。まずは、終戦後に、小説作品、肉体の門で一世を風靡した田村泰次郎の手記を見てみましょう。まずは、出征の日の様子です。軍用列車に乗り込むと、プラットホームは、万歳の声と、旗の波で、割れるようであった。こいた私の母は、その中で、両腕を高々と上げて、万歳を叫んでいた。戦時中、兵士として戦地に赴くことになる人たちは、家族や近所の人など多くの人々から祝福されながら旅立ったと言われています。その様子は、彼の日記からもよくわかりますね。こうして、田村氏は戦地へ赴き、国のために命を懸けて戦うことになります。軍隊では、日記を書くことが推奨されており、中には義務のように習慣づけられていたところもあったそうです。そんな兵士たちが記した戦地の生の声は、戦争を知らない私たちにも、当時の戦地の様子を伝えてくれます。田村氏は、戦場での様子をこのように記しています。そのうちに、小銃の音に混じって、タンタンタンと続いて、軽快な音が聞こえた。中略、今ちょっとでも顔を出せば、頭の真ん中か、顔の真ん中をブスッとやられるに決まっている。けれども、私たちは、敵の方を見たくて、ムズムズした。戦闘になれないものは、みんなそうだと言うが、敵情がどうなっているか、ちょっとでも見たくて仕方がない。このような日記を読むと、当時は、本当に、人々が兵士として戦っていたんだという事実を実感として知ることができますね。このような戦闘の中で、大きな怪我を負ったり、命を失った人々も数多くいたのです。また、この日記の中で、田村氏は、戦場での生活についても記しています。それによると、戦場での生活には、様々な苦労があったようです。雨水を飲まなければならないことによる消化器の不調や、足が、水虫や凍傷でボロボロになったことなどが綴られています。戦地では、戦闘以外にも、様々な苦しみがあったんですね。また、やがて戦況が厳しくなると、爆弾を積んだ航空機ごと敵に突っ込む、特攻が行われるようになりました。体当たり攻撃である特攻は、出撃すれば、必ず命を落とす作戦であり、多くの若者たちが特攻で命を散らしていきました。そんな特攻隊の奉仕に当たった女学生、なでしこ隊の一人が、特攻当日の様子をこう記していました。音じまきが遅れて、目の前を出発線へと行くと隊長機が飛び立つ。
続いて岡安、柳生、持ち聞き、97戦は翼を左右に振りながらどの木もどの木もにっこり笑った操縦者がちらっと見える。二重深部の穴沢木が目の前を行き過ぎる。一生懸命お別れの桜花を振るとにっこり笑ったキリー、鉢巻姿の穴沢さんが何回と敬礼なさる。北港隊員たちは特攻を行う当日に笑顔で出撃していったことが日記からわかりますね。これから命を失う彼らはどんな気持ちで笑顔を見せて出撃していったのでしょうか。彼らが見せた笑顔の意味は今では知ることができません。終戦時の国民の気持ち。それでは最後に終戦を迎えた日本の様子について日記で見ていきましょう。1945年8月15日、天皇自らの声で日本が敗戦することが告げられました。敗戦を知った国民たちは一体どんな気持ちだったのでしょうか。まずは終戦当日を迎えた14歳の少年の日記から見ていきましょう。13時頃だったか、山本くんが息を切らしてきて、日本は無条件降伏したげなと言った。僕は、おったまげてしまってものも言えなかったが、日を落ち着けて、よく聞いたら、13時にラジオが言ったそうだ。そして、はじめに、天皇陛下を自らご放送遊ばされたそうだ。僕は、それは、敵が沖縄からでもデマ放送しているのだろうと思ったが、街を歩いてみると、街角という、街角は、皆、その話で持ちきりだ。僕はいくらなんでもそんなバカなことがあるものか。まだ戦力はいくらだってあるのに、それに陛下を自らご放送遊ばされるなんて、そんな恐れ多いことがあろうはずがないと言い張った。この少年の日記によると、世間の人々は終戦に対して憤慨していたようですね。日本が必ず勝利する、日本は神が守護する国だから永久不滅だと信じて疑わず、どんなに苦しい生活にも耐えてきた彼らにとって国の決断は裏切りそのものだったのかもしれません。当時の国民の憤慨は他の人の日記でも見ることができます。戦時中に日記をしたためていた田辺聖子も終戦の日にこのような日記を残しています。何事ぞ、悲憤慷慨その極みを知らず、痛恨の涙、棒だとして流れ、海府はえぐらるるばかりである。我ら一億同胞胸に明記すべき8月15日、はあ、ついに、帝国は無条件降伏を宣言したのである。中略、ああ日本の断じなんぞ、その息の打弱たる。なんぞその行いの拙劣たる。中略、何のための今までの感苦ぞ。サイパン島同胞夫人、日本の勝利を信じて、静寂に髪をすいていき、アッツ島守備兵また深刻不滅を確信して王家と散り、沖縄の学童は、痛いけな手に手榴弾を握って敵中に踊り込み、中んずく、北港隊の若さは、後に続くを信じずと感じと笑って散った。はあ何のために、我々は家を焼かれたか、傷つき、そして死んだか、何事ぞ。というインパクト抜群な書き出しから始まるこの日の日記から、彼女の憤りがとても伝わってきますね。戦争に負けるということはこれまでの犠牲や努力が無駄になってしまうことだと彼女は考え、無条件降伏を決断した国に対して弱腰だと批判したのです。また、戦争が終わったことに対して安心したと感じる人もいたようです。例えば、小説家の高見純は、終戦についてこう書いています。戦争終結と知って、私はホッとした。これでもう、恋愛小説はいけん。三角関係はいかん。反通を書くことはまかりならぬ等々の圧政はなくなる。中略、だがその、喜びは、敗戦という大変な代償によって与えられたのである。今になって愕然とするのである。私は、ホッとした自分を恥じねばならぬ。彼は、戦争が終わったことに安堵すると同時に、そのような思いを抱いてしまう自分に嫌気がさしている様子ですね。もしかしたら、多くの人が戦争が終わりこれまでの生活に終止符が打たれることを喜ぶ一方で、愛国的な感情との間で揺れ動いていたのかもしれません。こうして、日本は終戦を迎え、GHQ の占領下に置かれ、復興の道を歩んでいくことになるのです。さて今回は以上です。いかがでしたか？戦時中に書かれた日記や手記を読むと、当時の人々が、戦争に対してどのような思いを抱いていたかがよくわかりますね。戦争を肯定しなければいけない一方で、生活の苦しさや家族、友人が命を落としていくようなことに対して、お国のためなら仕方がないと割り切れない様子が伝わってきます。当時の言論統制の厳しさ、軍国教育の浸透など、戦時中は、現代では想像できないようなことが普通に存在していたのです。平和と自由の大切さを改めて実感することができますね。このように、このチャンネルでは、レトロな歴史や文化、明治、
大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。